2008年日本の補欠選挙では、日本の立法府である衆議院と参議院の議員を補充するために行われた補欠選挙の結果について取り上げる。補欠選挙は、議員が辞職、あるいは死亡したこと等で、欠員が生じた場合にその欠員を補充するために行われる選挙である。2000年の公職選挙法改正によって、 衆議院と参議院の補欠選挙は4月と10月の年2回にまとめて実施されている。なお補欠選挙の期日については公職選挙法第33条の2において以下のように定められている。第1期間直後の4月27日に実施された補欠選挙は山口2区1カ所のみで福田康夫内閣が発足してから初めてとなる国政選挙でもあった。 日本共産党が候補擁立を見送ったこともあり、自民党新人の山本茂太郎候補と民主党前職の平岡秀夫候補による一騎打ちの選挙戦となった。選挙戦当初から優位に戦いを進めていた平岡候補が山本候補に2万票余りの大差をつけて当選を果たした。第2期間において衆議院議員及び参議院議員の決意が、 生じなかったため補欠選挙は行われなかった。この記事は以下のカテゴリでも参照できます2008年衆議院、山口県第2区補欠選挙に関するカテゴリ。ありがとうございます。